おはようございままます、すす塾のの久保です生まれ変わりってのを皆さん信じますかね私はね生まれ変わりってのがあるんではないかなと思いますけども多くの方の生まれ変わりはほとんどが、まあ、嘘だと嘘っていうか妄想だと思うんですよね勘違いなぜならですね私は生まれ変わりましたって言った人に限ってなんかね歴史上の人物のすごい人の生まれ変わりだって主張するんですよいやそんな確率ってどうなんだと、うん、なんかね数億人とか数十億人うちの 一人の有名人が現在生まれている70数億人の一人に生まれ変わるでなんかねかっこいい人の生まれ変わりばっかりなんですよね歴史的な重要な人物とか何か事を成した人とかあなんかねギャングだとかねなんでそういうふうな誰もが知ってる人の生まれ変わりがいっぱい出てくるんだと思うんですよ。で私はねな誰かの生まれ変わりだなって意識する時は名もないコソ泥とかね <laughs> 本当になんかあー生まれて、えー、何,何事もなすことなく名前もないような形で、えー、人に気に留められることもなく死んでいった人物の生まれ変わりっていうのはよく考えるんですよ。うん、ただ歴史上の人物とか私の知っている有名な人の生まれ変わりだって思うことはないかなと思うんですようん。何なんでしょうかね。うん俺はなんとかなんとかの生まれ変わりだとかね言う人いますけどもね。ならば、まあ、ちょっとね <laughs> まあ何を言うのも自由ですけどもね。 で、えー、今回ですね、えー、目立っていくってことの一つに、私のスマホケースの話がありましたよね、スマホケース、こういうふうに、ナイトって書いてあるんですよ。これね、ナイトライダーの、私のナイトライダーのね、ナンバープレートと同じ、えー、ロゴでできてます、ね。こういうのがありますよね。で、こういうのと、車に乗ってれば、私がどんな人物かって分かりやすいじゃないですか。うん、だからなんですよ。だから、ここにね、即下塾って書いてたこともあります。えー、そうすると 記念写真撮るよって言った時にそっかし食って書いてあるんでこっちの人がね写ってる人がみんな笑うみたいなね <laughs> ことがあります撮るよーとか言ったらね<笑>,笑うみたいなことがありますよねうんだから、あのー、自分が今何者なのかなりきるってことですよね 自分がどこから見ても360度これもんですよっていうふうになっていくってことは非常に重要だと思うんですよ。ですから私はね速果実という側面を多分一生持っていくと思いますけども今度はあの t e 2 0 0 0のオーナーっていう側面も一生を引き継いでいくと思うんですよ。そうなった時にですね何が起こるかと言いますと私はですねどっから見てもトランザムファンという形をナイトライダーファンという形を取っていくというモチベーションが働くんですよ。 まさにね、あのー、主人公のマイケル・ナイトになり,なりきるみたいなところがありますんで、えー、コスプレ人生大いに来たりっていうところですよね。まあ、そういった形で私はアフィリエイトをやるときも、アフィリエイトのトップアフィリエイターになりきってやったところもありますし、もう思考停止ですよね。何も考えずにモチベーションを無視してあって作業するみたいな感じです。えー、昨日ね、Facebook で記事を上げたんですけども、私がね、どのぐらい没頭してやるかっていうと、 10日間全く住まいから出ずにどこにも出かけずに物も食べずにそれこそねお風呂やトイレにも行かずに作業をやってああ一段落つ着いたと思って10日ぶりぐらいにあー疲れたなーと思って車でドライブに行ったんですよ。その時の記事が上がってるんですけどもなんとその時にね多分ね2000サイトぐらい作ってるんですよ10日で。 1> 1日200サイト平均ですよね多分ね実際には2000いかなかった1,800ぐらいで終わったと思うんですけども没頭するって多分そういうことだと思うんですよだってプロのブロガーさんとかプロのアフィリエーターさんってそればっかり呼べるからプロなわけじゃないですか。 で、私はね、あのー、慣れてきたら1日に5分とか10分とかね30分とか1時間みたいなメンテナンスで回せるとは思っていたんですけどもまだまだ下積みの時っていうのはもう本当に24時間全部そこにぶち込むみたいな感じですよねで私がねマージャンをやってる時も24時間マージャンのことばっかりやってましたからねそれでもまあ目が出なかったんですけどもねで他にもねやっぱりその道に行くってことは24時間それなんですよ 私が思うのはドカベンっていう漫画には野球の漫画ですけども山田太郎とかねいわきみたいなのが出てくるわけですよトノマとかで私たち読者から見たら開くたんびに24時間3 6十日野球関連の人生を送ってないと困るわけですよでその通りじゃないですかね今日は山田太郎いませんみたいなそんなことってないんですよ常にに開けけば野球に一生懸命なわけですよだからファンになるんですよねそこに本当に人間ってのを感じちゃうんですよ ででそういういななレベルでやるってことなんだろううと思うんですよだからオンオフがあるっていうのは基本的にプロの商業ではないかなと。プロでやるんだったらオンとオフが混ざっちゃってボーダーがないんですよね。うん、だから例えばね休暇旅行に行ってああきな夕日だなと思ったらそれでもアクセスを取るとかねするようになると思うんですよで。それはアクセスを取るためにやってるんだって意識はすでになくって。 あ,のあまりにもいい景色を見たらそれを皆さんにお知らせしたいしこういうふうなポエムをつけたいなとかね文章をつけたいなっていうふうに思ってそれがストライクするんで多くの方がまたファンになるみたいなねああ何々さんみたいな考え方が羨ましいなとか何々さんみたいな暮らしが送りたいなって自然に思うんですよだからねわざわざタワーマンション買ったりとか高級車をレンタルしてプロモーションビデオを作る段階でもうそれはねなりきってないってことだと私思うんですよね。 <laughs> まあもちろんなりきってプロモーションビデオ作る例もあると思いますけどね、まあ、そんな感じで私たちは何に生まれ変わっていくのかってことを新しいものに取り組むたんびに考えていければいいんじゃないかなと思いますアフィリエーターになるぞと思ったらアフィリエーターになり変わるとかね FX をやろうかな投資家になろうかなと思ったらもう投資家になり変わるわけですよだから今までのやってきたことっていうのはもうね縮小していってどんどん縮小していって投資家として毎日本当に うん、チャートをずっと見てね、目をこうやって擦り上げたりとかして、何を見てもチャートに見えるみたいなねその、そのぐらいまで生まれ変わっていってもいいんじゃないかなと思いますし、それが私の考える生まれ変わりなんですよね。うん、まあ、うまくまとまったなと思いましたね。<laughs> はい、以上でございます。